主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。みなずきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、おもれき第255回です。255回です、はい、うん、この間最近さ、あの最近の話なんだけど、この間の話なんだけど、餃子居酒屋って増えてるんですよ。それ前おっしゃったんじゃないですか。で、あそこちょっと美味しい、たこ焼きか、あ、たこ焼き居酒屋もあるね。餃子居酒屋、ケリサンシティちょっと今多いんですよあんなちっちゃい町に2個ぐらいしかないんでしょ。いや、1店舗はね休業中なんですけど。あれなんだっけ、あ、じゃああれ居酒屋じゃないのか、牛乳と一緒に。あ、餃子専門店もありますけど、あれは居酒屋じゃないのか。まあ、まあ、あそこもで、あのビールありますよ、お酒を飲める、うん、で、あるね、あの横丁みたいなとこにあるとこ美味しいよって言われたんで行ったんですよ。ほんで餃子頼んで緑茶ハイ頼んだのね。で、じゃあ緑茶ハイは緑茶と焼酎割ったものじゃないですか、うん、で来たの。だいたい緑茶ハイってさ、黄色っぽいか緑がかってるじゃない、色通りでしょうね、うん、緑茶っていうぐらいだからね、うん、それがさ抹茶色なのよ。で、あれウーロンハイと間違えたのかなと思って、どっちでもよかったから、うん、まあいいやと思って乾杯ってして飲んだら、うん、超塩辛いの。うわーっと思って、おつゆで割ってんのよ。めんつゆ、うん、あ、そうなん、すいません、これ辛いんですけどおつゆですよっつったら、そこの店ね、はあ、その緑茶はペットボトルの緑茶、はあ、でその空いたペットボトルにめんつゆも入れて冷蔵庫の中に並べておいてあって、だしあれなんだ、おばちゃんが間違えて、はあ、めんつゆでお茶と思ったらめんつゆで作りやがったんですよ焼酎のめんつゆは、めんつゆめんつゆ杯、うん、やだまた間違っちゃったとかって言ってて、またかせだな、そんなの聞いたことねえなあの超薄かったらまだ飲めるけど、飲めなくて死にますって、塩辛すぎてって、すぐ作り直しますからって、当たり前だわって、そらせやそれ以来言ってませんが、餃子はどうなの、普通だった、王将の方が美味しいと思った飲み屋の餃子とらの結構一口タイプと結構皮がごっつい感じと、どっちが好きなの。ごっつい方が好き。僕も皮がしっかりしてる方が好きなんです。俺もこの間また新しく餃子居酒屋できたからね。へえ、うん。なんかね、ケリーサンシティね、餃子か串カツ今増殖中。串カツは確かにね、いろいろ増えたね。串カツはさ、揚げ物しかないじゃん。まあな。ちょっとそれが、でなんかね、串カツの田中、うん、大阪にある、うん、大阪じゃないのあれ、ケリーサンシティにもできたんだ、はあ、うん、田中、うん、田中って書いてあったよ。なんかチェーン店じゃない串カツ田中って。それ大阪に根っこがない系の店じゃないの、うん、知らない。でも串カツやだるまとか夢じゃん。いや、田中、田中はなんか確かあれ大手のなんかじゃなかったっけ。あ、そうなの、違ったかな、違ったらごめんなさい。あ、関東だって。あ、そうでしょ、関東中心の、うん、あ、そうなんだ、じゃあもういいや、うん、うん、でもね、そんなに串カツって食べられない。美味しいからさ食べちゃうけど、脂っこくてしんどくならない。いや、だって大阪だってそうでしょ、あんなとこで1時間も2時間も待ったでしょ。本当に1、2杯パパって飲んでね、3本4本食って食べる帰るってことですね。そう、今ねいい店できたのよ、はあ、あのね、あ、5時から7時まで、はあ、レモンチューハイと、はあ、ハイボールが、はあ、49円なの。49円はすごいね。まあちょっと薄いんだけど、はあ、でその飲み会の本番前に0時会ってやつ、うん、軽く飲むのに7、8杯この間飲んじゃって、あ、ガブガブ、ほんでも400円とかで、ちょっと突き出しもつくんだけど、
1時間半ぐらいゼロ時間やってたんだけど、あれなんかあれ海坊主さんと言ってたやつ、ツイッターに上げてたやつ、ああ海坊主とも一回行った、ああ、うん、あれか、ああ、であれで知ってあんだけね飲んで1人1000円でお釣り来るのよゼロ時間、ああ49円はいいね、うん、でなんかおかわりしてもいいの、ですごい人なんかもう最初に5杯ぐらい1人頼んでるの、ジョッキがガーってもう入ってる、時間以内に5杯頼めばいいわけ、いい、ね、でももう時間なんでその安いのラスオーダーになるじゃない、ジョッキと交換とかじゃない、違う、あ違う、何回頼んでもいいの、30杯とか頼めば、うん、いいよ、うん、あそう、で それじゃない時間に行ったらまあ普通の値段で、あ魅力半減、ちょっと濃いの、ちょっと濃かった、あそう、で突き出しはキャベツ、ざく切りキャベツなんだけど、あおかわり自由なのよ、鳥屋だもんね、うん、あなんでもうそれあれもチェーン店ですよね、チェーン店あれ全部あの店ってそうなの、違うと思う、違うのか、違うと思う、あのその携帯のパターンだけだと思う、うん、あれなんかねオンイヤグループだと思う、あオンイヤはそうこっちにないんだよ、あないの、うん、あそうなんだ、ないんですよ、なんか変な田舎とかにしかないよね、いよいよ郊外型の店が多くない、あ郊外型も多いけど、あ駅前も割とあるんですよ、 あの新幹線駅の裏にもあるんだよ、そうそうそう、あっちにしかないね、うん、あそうなの、あこっちにはない、まだ来てないんだ、まだ遅れてる、来ないでしょ、うん、あれダメ、あの49円とかさ、ハッピーアワーとかでね半額とか結構あるけど、うん、そのさ49何入ってるの、クエン酸いっぱい、マジでションベンとかじゃない、うん、違うと、あのさほらでビールも安いね、ビールも199円なんだけど、あのビールじゃないんでしょう、発泡酒とか第三ビールでしょ、まあ、まあそれでもいいけどさ、それだったら僕レモンサワーの方がいいや、あれだって氷いっぱい入ってるでしょ、うん、あんなの氷買ってるようなもんじゃない、ビールってほら賞味じゃん、ああそうだね、だからそれ200円なんじゃない、あビールは49円じゃないんだ、ちゃう、あそうか、うん、200円、そうかそうか、でもそれってトリメロとかも200円だもん、199円じゃん、うん、いやその49円はもうだからちょっとしか飲めない人なんかもそれで飲みたい時さ100円玉でいけるんだ、いける、2杯飲んで帰ってもいい、うん、あ突き出し代が300円だけど500円でワンコインでいけるんだ、うん、1000ペロどころじゃない、5ペロだよ、5ペロ、うん、ちやりなでもなんか景気がいいのか悪いのか、デフレなのかインフレなのかもよく分かんないですけど、49円か、確かに魅力的な、10杯でも490円だもんな、そうだよ、うん、ほんで日が暮れる前に帰れるんだもん、ほろ酔いで、薄いんじゃないのどうせ、いや薄、そりゃそうだよ、それに期待しちゃダメだけど、まあ、軽く酔えて、まあ、確かにね、うん、いいじゃん、だって変な自動販売機のさ、まあ、お茶全然安い、50円なら、うん、それはまあ騙されてもいいやと思う、うん、ぜひ49円レモンチューハイ、あの辺に行かないとダメ、ね、ケリーサンシティに来ないと、うん、ケリーサンタウンにね、ケリーサンシティにね、うん、さあね普段ちょっと、通常回じゃなく今日はお便り特集会です、手紙、はいはいはい、お便りちょっと全部紹介しきれなかったので、はい、お便り紹介します。ほう、はい、ではですね、まずは、道のくの姉さんから。お、来た。はい。ほう、毎回道のく姉さん、うん、こう必ず常連ですね。まあ常連ね、はい。リスナーのおもれきリスナーの鏡ですね。うん、皆さんも道のくの姉さん習って。一日一通お手紙を書きましょう。一日一通。はい。一日一膳。一日一通。はい。しかも毎回長文ですもんね。えらいね。大したもんだな。すごい。はい。いきます。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。246回のケリーさんとみなずきさんの話に笑ってしまいました。セゴドンがおばあさんに米一俵を運んだ話です。その米を腐らないうちに食べきれるか食べきれないか、私はまだ老婆という年、老婆というまではいきませんが、私は食べきれません。私のお米の消費は1日1合半、当時はおかずもなかったでしょうから2合としましょう、 300g です。1俵は 60kg ですね。そうすると200日分、6ヶ月以上
の量になります。おばあさん一人では虫が湧いてきそうです。やっぱり少しずついただいた方が嬉しいですね。おもれきでお金のことを教えていただいてから何かにつけ電卓で計算するようになってしまいました。先日近くの豪農だったというお宅を訪問する機会がありました。昔は 米を3000俵取れたとか、3000×60 は、18万キロ、18万キロを1両150キロで割ると1200両、それを前回覚えた1両8万をかけると9600万、約1億円の収入では大名の収入はと計算してみると、1万石の大名の収入は1石が1両ということから8億、10万石の大名は80億、加賀100万石は800億というところでしょうか。なんだか楽しいですね。とは言っても将軍家の手伝い譜代や譜代というか不審やら参勤交代やらと大名家も大変だったろうなと思ったりしています。できればいつかそんな話も取り上げていただけたら嬉しいです、といただきました。うん、豪農の家って行ったことある？大地主さんってことでしょ。ああ、まあちこちありますね。うん、なんかぽい家ちらほら見るね、田んぼの真ん中に。まあまあ、それは一定の時期には一定の場所にありましょうね。あるでしょう、ね、蔵のある家とかね、うん、あるよね。そうすると昔の価値だったら、まあおおよその計算ですけど1億ぐらいとか稼いでたのかって。まあそれはいろいろね、うん、ピンキーだと思うけど。今大変だよね、お米農家もね。そうなんですか。うん、何が、これ、だってなんか米も売れなかったりするんでしょ。あね、でもなくなりはしないでしょ。まあ外国産よりやっぱ米だけぐらいでも国産がいいよね。ほら、いくらパン増えたったってでも食わない人はいないでしょ。いないね、消えることはないでしょ、うんうん、ほら、セゴドンの話、やっぱり食べきれないって。200日、これは何に話したか覚えてます？覚えてるよ、うん。稲月さん、食べきれるでしょって言ったけど、いやでもね、これ一俵は結構ね、地域と時代によって違うんで、60キロの俵はでかいです。でかいバージョンなんですか。でかいと、うん、じゃあちっちゃいバージョンだと3頭とか5頭とか、まあ、幕府が定めた一俵って3と5升なんで、な、現代のキロには換算すると3と5升3頭だから350合でしょ。うん、350号で1日3号、150日、うん、まあ、それでも150か、うんうんうん、5ヶ月、半年じゃん、ね、あ、やっぱ半年ぐらいじゃんね、うん、絶対虫湧くって、あんなあばら屋みたいなとこで。穀物はそんなのだってちゃんと保存しときゃ湧かない。だって今みたいに米びつ先生とかないじゃん。で半分換金すりゃいいじゃん。ああ、あのばあさんが、だって町の米屋に行って売り上げちゃうんですよ。なんかヨロヨロのおばあちゃんだったよ、佐々木すみえ。じゃあそれは最後高森が不親切だ。まあね、あの久光さんと仲悪いね。まあ今一番悪い時期ですね。でも図星なこと言われたんだもんね。何が？あのなんかね、この間見たのは、うん、奄美大島から帰ってきて、ああいいかな、あいかなと別れて、ああ久光さんは成明の後を継いで、うん、この新しい世の中のために勤めるから、高森お前も協力しろよと言ったら、うん、あんたは成明さんじゃないんだから、うん、成明と同じこと言ってもできるわけがないじゃん、うん、であれから何年も経って時代も変わってるのに、成明が言ってたことそのまんまやってもダメじゃんって言い返しちゃったのね、うん、バカにするなって言って、ね、うん、こう嫌いになっちゃったっていうので、うん、その成明が生きてた頃の久光さんってなんかいい弟さんっぽいキャラクターだったけど、うん、だんだんなんか嫌な性格になってるね。
まあ大体ほらね、兄貴が優秀だと弟はちょっとね卑屈になっちゃうじゃないですか。まあできすぎる兄を持つというのはまた問題ですね。ねえ、まあ何か奄美言葉の字幕がつくのはびっくりしましたけど、あ、まあ確かに字幕ないと分かんないね、あそこまでやっちゃうとね。まあね、まあ日本語のようで日本やっぱだいぶ違うね、まあ、沖縄ね、うん、南西諸島はちょっとね違いますねって思いましたね。またあれ沖永良部島とかもっとさらに遠いところに流されちゃうんでしょ、高森さんって。あ、この後ね、またあんなになるのかな、どんなの、また字幕のある言葉になるの今度人がいないんじゃない。あ、そうなんだ、奄美ほど人がいないです、ね、まあそうか、ね、もうでも後半ですよ、半分か、うん、あで今が寺田屋の直前、収録日的にねですね、うんうん、はい、ありがとうございました。全然話違う話になっちゃったけどありがとうございました。さあ続いてよりよりさんからいただきました。よりより、はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。異国船前編の回を楽しく聞かせていただきました。知らないことばかりでしたが、私の地元の長崎に来た船のところだけは見たり聞いたりしたことがあったので、出島や奉行所、番所などの位置関係を頭に浮かべながら聞きました。子供の頃、長崎市の中心部で我が国最初の飛球飛城の地、飛陽の地、うん、という日を見つけて、ここで人が乗った気球やアドバルーンが上がったのかなと思っていたのですが、そこがレザノフ一行が船を降りて数ヶ月過ごした、宿舎の跡地でした。ロシアが先進国ということを見せるため同行していた医師が大きい風船サイズの和紙製の熱気球を上げて、日本人は初めて見る不思議な物体に大喜びしたそうです、うん、ケリーさんが同乗していたフェイトン号事件で自害した長崎奉行ですが、うん、私は松平図書の神という呼び方で覚えていました、うん、市内のお寺にお墓がありますが、外国と戦争にならなかったことに感謝した長崎の人たちによって、奉行所近くの諏訪神社にもお祭りされたり、当時は図書明神とも呼ばれたそうです。私もお参りしたことがあります。長崎港の警備は福岡藩と佐賀藩が各年担当でした、うん、長崎湾を挟んだ東西2カ所に藩士が500人ずつ駐留する番所があり、千人番所と呼ばれていたそうです。フェイトン号事件の年、当番だった佐賀藩は1000人程度の人を出さなければいけないところを、実際は100人余りしか来ていなかったそうなので、大問題になって当たり前ですね。水無月さんの説明にあったように、事件以降佐賀藩は近代化に力を入れていきますが、長崎湾に浮かぶ領地の島を埋め立てるという大工事をやってまで新しい台場を作り、アームストロング砲を設置したそうです。当時佐賀藩は長崎市の広い範囲に点在した領地があり、最近ではすっかり有名になった軍艦島もその一つでした。警備で忙しかったことも理由の一つなのかは分かりませんが、他の藩よりもキリシタンへの取り締まりが緩やかだったため、よその地域から隠れキリシタンが移り住んできたそうです。確かに今でもカトリックの方が住む地区は旧佐賀藩領に多いように思います。出島について書こうと思っていたら長くなってしまいました。また今度お便りしますね、これから暑くなると思いますので、お体に気をつけてお過ごしくださいといただきました、うん、アドバルーンとか気球は日本は長崎が最初なんですね。はあ、まあでもまあこれは多分小型のってことですよね。そりゃそうでしょうね、うん、人が乗ったのはもっと後なのかな。アドバルーンって今見ます？アドバルーン昔はよく見たけどね。
ね、地方の都市に行くとたまにありますね、スーパーのあのなんだっけ、本当にあるじゃん回転とかで、うん、みんなそう旅行してたらたまに見ますよ。本当ですか、うん、全然あれ見て何嬉しかったんだろうって今思うけど、アドバル浮かんでるの見て、まあでもね子供の頃は風船だって喜んでた。そうだね、あの自分で作る風船は飛ばないけど、お祭りで買うのは飛んでいくからね。ね、中身がね、そうそうそう。ね、あんなんで何百円も払ってね。そうそう、風船飛ばしとかってやった？何ですか風船飛ばし？手紙つけて学校で飛ばしたりとか。そんなのしません。嘘。え、なんかよく花の種つけてとかってやつでしょ。手紙をつけて返事くださいみたいな。なんてうち山奥だから。ああ、そうか、海ちゃうもんな。海か山に行って、鹿や熊には見つけてもらうかもしれないけど。そうか。ない。でも憧れた。ああ。うん、やったことない。今ダメでしょうね。ダメなのかな。なんかあれなんでしょう。汚染、海洋汚染とかになると、あ、自然に帰っちゃうのじゃん。あ、まあ、なんかそういう素材もあるらしいけどね。うん、あのさ、今度世界遺産でこの長崎のさ、うん、潜伏キリシタンとうんたらかんたらってなったじゃないですか。ああ、ね、うん、隠れキリシタンって言葉じゃダメなの、うん、潜伏キリシタンじゃなくてダメなのかな。それまあね、いろいろ議論があって、そのなんだっけ、そのね、だ明治以降そのキリスト教 OK になってからカトリックに改宗した人と、うん、カトリックにならずに、要するにその自分たちが守ってきた信仰が大事なんだって言ってやってきたのと、どう区別するかっていう、江戸時代ずっと隠れてきた人で変わっちゃった人と、今も要するにその江戸時代以来やってきたのは私たちの信仰なんだっていうのがあって、でそれ辺をなんか潜伏とか隠れってキリシタンとかそのカタカナで表記するだろうとか、ほう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 、あ、そうなんだ、みんな、そうそうそう、回収しちゃった人もいるんだ。そう、カトリック、あんたたちやってるのはカトリックなんだよって言われて、うん、カトリックになった人と今風に乗り換えた人と、こんなんじゃないっていう人といて、独自の進化バージョンのまんまでやっちゃってる人と、うん、はあ、そうなんだ。じゃあ僕はなんか子供とか隠れキリシタンって言葉で、まあまあ江戸時代のねイメージはまあ大体それでいいと思うんだけど、うん、でそれがじゃあ今の現代とどうつながるかっていう時に、その信仰ずっと守ってる人を、いわゆる隠れキリシタンとか、そうそうそう、まあね、言葉も変、踏み絵って言ったり絵踏みって言ったりさ、まあまあまあね、なんか、その辺ちょっと定義付けまで把握してませんけど、うん、そういうのからも言葉の決め方難しいね日本ってね、うん、はい、ありがとうございます。続いてね、ととまるさんからいただきました。ととまる、あ、これ、はい、はい、ととまるさん、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。歴史とは関係のない普通のお便りです。先日ケリーさんが地下鉄でリアル脱出ゲームをしてきたと言っていたのを聞き、ちょうど仕事が休みの平日、仕事が休みの平日があったので5歳の娘と参加してきました。難易度はバラバラで、簡単な問いはすぐ分かりましたが、難しいのは全く歯が立たず、ホームページのヒントを1回だけ使ってしまいました。平日にもかかわらず、イベントに参加している方と何人もすれ違いました。土日なら結構参加者が多くて、面白みに欠けるかもしれませんね。途中でビールを飲みつつ、子供と二人でゆったり参加でき、最後の答えがひらめいた瞬間は吠えてしまいました。歴史にまつわる脱出ゲームなんかも、歴史にまつわる脱出ゲームとかないもんですかね、といただきました。まあ前ね、ケリーさん、ある町のリアル脱出ゲームに参加したよってこう話したんですけども、トトマルさんも、どこでやってるのかな、行かれたそうですね、うん、同じものとは限らない、ね、限らないですね、うん、全国各地で開催されますからね、うん、
まあね、これ地下鉄とか遊園地の中とか限られたこうエリアをってありますけど、こうなんか歴史をテーマにしたこういう謎解きゲームとかってあったらちょっと面白いかもしれませんね。あ、まあどっかにありそうですけど ね、うん、ケリーさんと水月さんを見つける謎解きゲームとか作ってもらってもいいかもしれませんね。俺たちを見つける、うん、どういうこと？どっかに待ってるわけよ、待ってるわけ、僕たちが。よく見つけましたねって。あ、うん、まあ、万が一にイベントをするんならそんな感じにしたらいいんじゃないですか。で、見つからないようにね、誰も。みなずきさんは広島にいるって言って全国、うん、全エリアは全国ですよ。こうミステリアスな僕たちを探しに、今日は北へ明日は西へ。青春18切符じゃないとできないですね。全国は無理でしょうね、うん、でもその規模が大きくなると今度体力がね大変になるから、それのバランスも難しいですよね。だから地下鉄でこう開催されたのも端っこの駅から端っこの駅までとかさ、それだけで移動だけで1時間2時間とかって取られるとやっぱり飽きちゃいますよね。そのバランスも必要なんでしょうね。これね、そのトトマルさんもおっしゃってたけど、うん、なんか東京で見たら本当にゾロ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 なんか同じグッズ持った人がいるから、後ろついて歩いたら分かんじゃない、うん、そうなの、それが問題なんですよね。見ないふりをするって、うん、みんな見ないふりして、みんな持ってるじゃんみたいな人いっぱいいるし、答えの場所はもう仕方ないじゃん、うん、で、あ、あれだねとか必然的に集まってくるじゃないですか、うん、そういう場所って近くに、うんうん、そこですよね。じゃあ1日限定何名とかさ、あ、10時からスタート組、11時からスタート組とかさ、それでもな、そうすると売れなかったら意味ないじゃないですか。まあ、な、そこちょっと自分たちでテンションどう保つかですよね。なんかね、この疑似的なのはなんかあんまり好きじゃない。いやでも面白いよ、やってみなって。いらない、いやこれね楽しいから。ケリーさんはね、これ一緒の問題をやったかどうか知らないですけど、うん、ケリーさんはノーヒントで行きましたからね。だからホームページとかからヒントで、ね、こう取り寄せられるんですよ。で、僕がやったのはね、最後の問題は、うん、これをキーワードを入れたらスマートフォンのその、うん、ホームページに最終問題が出る。最終ヒントが出る。あ、そのキーワードを現場で探して、うん、それをそれ入れないと、だからネットがないとで最終クリアできないようになってる。ネットがある前提なんだ。だからグッズをたらい回しできないんですよ。グッズ？だからそのいろんなこうこれを買ったらそのゲームを解く、回答用紙とかじゃなくて、うん、とかだけじゃダメなの。だから そうするとほら、多分ネットで答えばらしちゃう人とか、ちょっとそこで抑制する人がいるでしょう、うん、っていうので、あ、こういろんなの駆使してるなあ、うん、いや面白いよね。まあ水月タウンにねそんなイベントが来たらの話だけど、うん、ちょっと難しそうですよね。うん、まあ、何言ってるかよく分かんないけど、いや人多すぎでしょ。、うん、あ、そういうことで、うん、まあ、公共交通機関も未発達の場面が多いですからね、まあ、この街なんかむしろね面白そうですけどね、うん、いっぱいねちゃんとすれば、うん、ちゃんとすればね、まあ、あとはその主催会社の気合次第ですよね。ゾロ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 すごかったよ。なんか東京行ったらもうその街その人ばっかりだし、だその道具もまた目立つ色だったりするからね。そうそうそう、なんか何これって言ったら、うん、すごいなんかカバーみたいなみんな持ってるし、そこ難しいね、課題ですね。そうするとスタンプラリーとかだったらね普通の、まあまあまあ楽だけど ね、うん、昔やったもん、100駅とか回ったことあるもん。ああ3日ぐらいかかりましたけどね。うん、やりましたな。今逆にそういうのが減ってるじゃん、スタンプラリー。そうかね、そのまあでもほら お寺の御朱印とかみたいなもんじゃ、もうちょっとそのなんていうの高度な、うん、だからちょっと品を変え、うん、まあ要は公共交通機関を使って楽しんでもらうしね、まあ、うん、はい、
さあ最後のお便りです。ラスト、はい、港さんからいただきました。三水の港ね、うん、どっちも港だよね、大港の港ね、はいはい、ケリーさん、水月さん、はじめまして。私はおもれきに出会って半年ほどになります、うん、毎日通勤中に楽しく聞かせていただいています。さて、初めてのお便りなのに突然の質問で恐縮ですが、お二人は美まさか菅谷と関係と、ね、うん、という武士団をご存知でしょうか。美まさか関係党とは岡山県の北部、かつての美まさかの国の武士団で、菅原道真の末裔が起こした、うん、始祖とされているのは三部太郎三助は実在の人物ですが、地域の昔話では母親は大蛇で、成長して山に腰掛けるほどの大男になったとされています。たくさんの氏族、分かれた一族ね、うん、があるが、戦国時代が終わる頃には武士を廃業して機能した家もある、農家になっちゃった家もあるというような存在です。うん、私の父方の本家筋のご先祖はこの氏族、分かれた家系の一つにあたるらしく、私もかねてから興味を持っていますが、美まさか何だっけ、関係党を題材にした小説に出会ったこともないし、テレビで取り扱っているのも見たことがありません、うん、マイナーすぎるのかな、誰か知っている人はいないかなとずっと思っていたのですが、おもれきでちらっと触れていただければ楽しいなと今回思い立ってお便りをさせていただきました、といただきました。うん、まさか関係党、うん、知ってる？ねえ、加賀の前田家はなんか確かこれの末裔かなんかって話じゃなかったっけ？美まさか関係党の末裔の、そうそう、加賀藩主の前田家って、あそこ菅原でしょ？梅鉢じゃないですか、家紋も。え、前田利家さんのご先祖様が、うん、ご先祖様は確かこの美まさか関係のなんとかの支流のなんとかじゃなかったっけ。そうなの、知らない。確かね、うん、だったと思う。へえ、聞いたこともないよこんな言葉。 あそこも一応藤原家がそうじゃないですか、家紋の梅でしょ、前田家、うん、前田家って、うん、前田家の家紋ってどんなんだっけ。梅鉢ってあの丸がポン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 ってある猫の足の裏みたいな。あーは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 ー、前だけ、前だけになっちゃう。前だけ、前だあたり、前田の蔵か、前田氏、うん、加賀藩主、これこんなかも、これ立花、うん、これ立花、あれ、あ、これ美の前だけになっちゃった、うん、うん、ね、あ、これだ、そう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 、何これ、この家紋が何、梅ってほら菅原氏の末裔、うん、だったような。じゃあ何、尾張に来る前は美まさかにいたってこと。まあまあ、なんかそこから流れてきたんでしょうね。でもなんで菅原の道真って何、うん、美まさかの国主だったの。いや、美まさかの国主はあの人学者でしょ、博士だから。荘園かなんか持ってたのこの辺。いや、わけそうな、その一族が住み着いたとかでしょ、うん、ね、太宰府で死んじゃうんだもんね、道真はね、うん、子供とかいるから道真ね、あれだね、お母さん大蛇だし、うん、山に腰掛けるほどの大蛇、実在の人物ですが、うん、データラボッチみたいなやつやな。ダイダラボッチ、うん、データラボッチだよ。違うの、データラボッチが、ダイダラボッチとデータラボッチは何が違う。データラボッチはノリ作りを教えてくれたんだよ。ああ、CM な、うん、あれもね、多分ね、
僕は知ってるけどね。え、水月地方なの？この地域では分かんないですよ、うん、あ、そうなの？あのノリは分かんないですよ、うん、データラボッチ分かんないね。大タラボッチよりデータラボッチだよね、うん、僕は何でも知ってるから知ってるあ、そう、こっちの人にそれ喋ってもハッとなると思う。あれ、うん、そうか。あ、人形さんの CM でしょ。そうそうそう、あのノリの CM。 そうそうそう、浜乙女だっけな。浜乙女、あれ名古屋かなんかの会社でしょ。東海地方の会社だよね。東海の会社ですね。あ、ローカル CM なんだあれと思いますよ。大島屋のりとか知らないでしょ。だからあんた大島屋のり知らない。そうでしょ。ゆかり、ゆかり、ゆか、ふりかけのゆかりじゃない。ゆかり大島屋やっけ。三島食品。三島食品、うん、ごめん、突っ込んでほしいと思ってボケたんだけど。違うあ、そうなんですね。で、そういう、まあこの辺はね、だいぶ脚色された話でしょうけども。あ、じゃあ菅原さんの血を引いてるのはまんざらでもないのかもしれないな。何が、前田家が、三まさか関係と、関係と前田家、うん、前田家もそうだし、だったと思うけど、ごめん、ちょっと違ったらごめん。でもその家紋的には菅原、まあ梅鉢はね、大体つながるのを表してるんだね。言いますけどね。いや僕知らないです。いや僕も全然知らないですよ、そんな、うん、じゃあなんで菅原党とかって言わず関係って言うんだろう。関係っていう、略して言うの、まあ、よく言うじゃない、観光学生服とか観光って言うじゃないですか、菅原道真のこと。あ、はい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 。え、観光学生服って道真公の、道真公の観光でしょ。だって学校の神様だから。そうそうそう、そうなの。あ、知らないんだ。え、カタカナじゃん。いや、書いたのは観光ってカタカナだけど、もともとはそうでしょ。そう言われるとなんかあれ不安になるけど、間違うか分かんないけど、いや確かそうですよ、観光は。宣伝とかみんな観光観光って藤原公、藤原道真を、あ、じゃあその関係の絵だから関係って言っても関係、うん、お、腹を略しちゃったんだね、うん、みまさか全然なんかね、岡山と結びつかないけどね、菅原道真の、うん、みまさか自体いかんなの。あれ、岡山市とかは備前とか備中とか。岡山は備前かな、か山の方でしょ。内陸ですね。どこが一番でかいのかな。島根まで行っちゃう、じゃあ鳥取まで行っちゃうと、もう稲は高貴の国じゃんね。うん、だ、え、三笠って山国なの。山国ですね。海がないんだ。どこかな。須山とかかな、一番でかいの。なんか知らないけど、ご当地でもあんまり知られてないのかしらね。あ、この関係っていうのは、うんうん、そうなんかね、分かんないねえ。岡山県のリスナーさん、情報を、フリチンさん、情報をお願いします。フリチンさんは備前の人でしょ。岡山だし、鳥取にも住んでたって。あ、そうなん、自分の番組で言ってたから、そうなんかご存知かもしれないですよ。はい、情報をお待ちしております。さあ、今日はここまでにしますね。はい、皆さんたくさんお便り送っていただいてありがとうございました、はい、いつもね、道の子の姉さん筆頭に、いやありがたいですね、すごい、いただいて、うん、本当に嬉しいです。いや、励みになります。はい、今後もみんな1日1通お便り運動、うん、ね、お願いしますね。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、うん、メールアドレスはメールアットマークおもれきドットコム、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、うん、また YouTube では過去の回を配信しております。こちらでもおもれきをお楽しみください、はい、YouTube 頑張って1月に1回は配信するように。1話じゃないけど、まとめて 3,4 話ぐらいは、あ、そうですか。なんかね、
月1ぐらいはね配信しないと広告収入がとかってなってるそうで、細々とですが定期的にやらないといけない。あの時間のある時にしかできないので。あの今どの辺まで来てるんですか。でもね180話ぐらいのとこの大体1年遅れぐらいなんですよ、ね、1年か、うん、で25話はポッドキャストで聞けるんで、あその間がちょっとっていう感じですね。10話はい、まあコツコツやっていきますので、はい、気長にお付き合いください、うん。次回はちょっと皆さんお休みね。あそうなの。次回はちょっとああの海坊主さんが、海坊主君の回が登場します。次回はよろしく。で57からまた水月君ね。あそうなん、ね、1回だけお休み、うん、あそう、はい、それでちょっとスケジュール調整がちょうど我々のスケジュール調整がちょうどなりますので。あ、分かりました。はい、はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。